熟慮の上でのご判断ならば従いましょう。この書類の提出期限をご教示ください。どうぞ続けてください。大気資料にいた頃の無意味な習慣の延長で目を通しているに過ぎませんから、お気になさらず。そもそも移動都市の外で得られる見聞は、百部の新聞にも勝ります。ああ。 ニアールの名を紙面で目にすることも多くはありますが、そちらも気にするほどのことではありません。申し訳ないのですが、カジミエイシュにおけるロドスの業務に関して、私から助言できることはありません。あのビルには十年ほど席を置いていましたが、所詮は平凡な一社員でしたので、商業連合会に物申す権利などありませんでしたしね。 ですかええ、扱いますよ。ずっとこの剣を使い続けてきましたから。マリアを呼んでくる必要はない。彼女ももう大人なのだから。自分の意志で物事を決められないようでは、両親に恥をかかせることになるだろうしな、ね。騎士たる者、遠方へ赴いて修行を積み、経験を重ねるべきだ。 彼女がロドスで何をなそうとするにせよ、自らの行動に責任を持たねばならない。リターニアの陰謀か。あれは遠い昔に起きた些細な出来事に過ぎない。あの程度のことでは何かを変えることなどできん。私が平凡な一市民であるという事実すらもな。カジミエ主人にとって、 スターや英雄はいくらでも現れるものであり。彼らの目に映しうるのは、許された成功のみだ。マーガレットは未だにあの茶番で得た称号を用いているようだな。<laughs> 今でも自らの行いを勝利とみなしているのだろう。ニアール家の栄光はあいつの手によって、くだらん見せ物の一部にされてしまったというのに。 私のアーツ残念だが、私に何かを照らすことなど出来はしない。私に感染者への接し方を教える必要はない。すでに誰かから聞いているだろう。感染者や、消えの傷を負った者、そして貧困や飢えに苦しむ者たちに大差はない。死期を悟った時に、 雑ネのテントから離れることだけが、彼らが選択できる、己の尊厳を保つ行いだ。あなたは人々をそそのかし、結果など得られようもない事業へと身を投じさせている。暗闇に日明かりをもたらそうとする者は、往々にしてその日に焼かれてしまうというのに。だが、私の忠告など届くはずもなかろう。 あなたは己の信じるままに進み続ける人なのだから。二人が大騎士領を離れて最初の二年間、聖戦騎士が手紙を届けてくれていたんだ。最後の一通が届いた時には、マリアもその内容をおおむね理解できる年頃になっていたな。あの手紙が前もって書かれていたものかどうかはどうでもいい。ただ、 彼らの命の重さを考えれば、何の連絡もないというのはおかしいことだ。ともしびなき公約。契約に基づき、カジミエー首領内での業務の補佐を務めます。ムリナール・ニアールと申します。私の名前など、あなたはすでにご存知でしたね。私は騎士ではなく、騎士号もありません。 今更こんなもの。私の平凡な働きぶりが、昇進に値すると本当に大思いであれば、重要していただき、ありがとうございます。役職や肩書きは所詮空明でしかない。似ある気の士たる者、他者の評価によって、己の道を揺るがすことなどないのだから。たとえ今のカジミエシュでは、 あらゆる道が闇に包まれているのだとしてもね人々はすでに本当の戦いというものを、そして、それ以外に生きる手立てのない人のことを忘れ去ってしまった。私についてこい。交差、エンジン、先決。多くの人間には想像もつかないことだろう。奴らは自らの行いを恥じてすらいない。 準備はできている。ああ、こんなもの。剣を抜くまでもない。懐かしいいいえ。目に眩しくは映るまい。嫌気がさしてくる。雨だ。今でも、あの嘆きが聞こえてくる。あなたはまだ信じているのだろう。皆の命運をその手に握るとき、必ず良い結末に至れると。他に仕事がないのなら、これで失礼する。逃げたか。 奴らが身を潜められる場所は、なくなりはしないだろう。多くの同類たちがそこで待っているのだから。あなた方の戦いも、いずれ敗北に終わる時が来る。あなたは、一つ一つの失敗がもたらす結果を考えたことがあるか。あなた方は、多くの人々を受け入れているようだな。この手のことに関しては、 私からも意見をお出ししたと思いますが、カジミエイシュの騎士小説か。ふん大騎士領には、もはやそうした幻想を受け入れる余地などないんだがな。アークナイツ、ごきげんよう、うドクター。